始まりましたね。ということで、今日は、こんな感じでタイトルにある通り、明日、いよいよあと8分なんですけど、明日の6月29日はなんとね、僕の誕生日っていうことで、まあ本当はなんか、チーム入ってるんですけど、チームの人とね、リグマとかやるよ、予定だったんですけど、まあ都合とか合わないので、まあ一人でね、こうして迎えることになりました。いやー、でも1年早かったな。誕生日、明日の誕生日で18歳になるんですけど、いやー、1年長いようで短いようで短かったな、この17歳の1年は。マジでまあっていうか、めちゃくちゃ眠い。まあ今はだいぶ眠気が覚めたけど、さっきめちゃくちゃ眠かったから、久々に。やばかった。あ、で、そうだ。これでいいか。できた。こんな感じで。ちょっと待ってくださいね。あ、これでいいか。これでいいね。で、ちょっと待って。テキストの位置を変える。いやー、でも、いやー、来年って言い方おかしいけどさ、来年って言い方おかしいけど、来年って言い方おかしいけど、18歳何やろうかな。なんかいろいろと、解禁されるらしいので、いろいろとなんか、法律上でも、いろいろと節目。まあ一番の節目は20だけど、20歳だけど、まあいろいろとできることも増えたりとか、まあそれ分責任も増えるけど、いやでも、ほんと短かったな、ほんと。いやー、だって甲子園出る前だもんな、17の誕生日は。あ、だいぶ前だなって考えると、だいぶ前だ。ちょうど概要が発表された時か。っていうか、誕生日をね、迎えるとともに、この辺の誕生日の人たちさ、あれなんだよね、ちょうど1年の半分だから、なんかちょうどなんかあれだよね、キリがいいっていうか。いや、でももうだって半年したらもう1年が終わってるんでしょ。だって 半年したらもう、だって半年後にはクリスマス終わって年末って考えると、来年のオリンピック早いな。もう2019年も折り返しだから早いな。で、今日の予定は、でもどうしようかな。とりあえず紹介だけ。
じゃあ紹介だけしますね。今日は、このね、誕生日記念ってことで、まあ、自分へのプレゼントとしてこれを買いました。ここに勝った使用現金って書いてあるんですけども、もう開けてあります、事前に。まあ、何が入ってるかは、誕生日になった瞬間にしようかな。誕生日になった瞬間にお伝えっていうかね、見せます。大したものじゃないけど、いやー、でも、いやー、もう特に話すことないな。まあ、とりあえず次の1年間、次の1年間は、まあ、この今までの1年間よりも、なんかをとりあえず頑張りたいな。あとなんか、どうせならなんか新しいことを始めたい。なんでもいいから。あとそうだ、日記をね、日記は中3の頃からね、なんかつけるようにしてたんですけど、結局ね、そう、1週間ぐらいでね、終わっちゃったから、それをなんか、まあでも日記を書く時間がないんだよな、ほんと。いや、ないわけじゃないけど、めんどくさいんだよ、毎日書くの。そうこうしてるうちにあと1分だ。いやもう本当にあと1分。やば、なんか年を越すみたいな感じぐらいのなんか期待感があるけど。いやー、あと50秒。あと50秒。さあ、あと45秒。さあ、40秒前。さあ、35秒。いやー、なんか早いな。30秒。1分ってこんな時間過ぎの早いっけ？あと20秒。さあ、あと15秒。10、15秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、おめでとうございます。いや、おめでとうございますっておかしいが。はい、お誕生日おめでとうございます、自分に。ということで、今回買ったのが、これなんですけど、これね、何を買ったかっていうと、これです。これ多分知ってる人もいるかもしれないんですけど、お菓子のね、駄菓子屋によくある、なんだっけ、アルコールとか一切入ってないね、なんか、ビールです。いや、ビールじゃないか。ビールみたいな飲み物です。はい。で、まあ、ね、なんかネットで買ったんですけど、1袋単位だと売ってなかったので、これ全部で40個入ってます、この中に。まあ、それで1000円だったんで。まあ、40、いや、でも40個も飲めないな、正直。値段安いからいいけどさ、値段安いからいいけど40個も飲めない。あ、初見の方、こんばんは。お誕生日なんですか？おめでとうございます。ありがとうございます。18歳のね。待って。ちゃんと、まあいいや。もしよかったら通知登録お願いします。同い年。これ。こんな小さかったっけ、これ。やばい、こんな小さかった。ありがとうございます。なんか。これ、
え、これこんな小さかった。で、なんかこれなんか裏見ると、なんか2袋入れないといけないらしいので、多分2袋入れればいいと思う。あ、これはこれはですね、水に溶かすとビールそっくり、飲み物です。さすがにね、まだこの年で飲めないので。あと久々にね、この飲み物ね、飲みたくなったので、まあ、じゃあいいや。じゃあここに水あるんで、これ蓋、まあいいや。とりあえず一袋入れよう。あ、ちなみにグラスはスプラトゥーンなんで、これ、じゃあ入れます。え？待って、これ粉じゃないの？え、粉じゃない。え？粉じゃない。え？待って。これ粉じゃなくて、タブレットなんですけど、中に入ってるの。で、ちょっと待って、出ない。これが2つ入ってます。いや、あ、これでも、カメラのせいで残念ながら泡を見せられないけど、でもすごい、すごい、見えないよな、やっぱ。すごくない？すごくない？泡の量がやばいんだけど。いや、待って、泡の量がやばい、やばい。泡の量やばくない？見えないか。もうこの辺までは、この、やばい、水、やばい、ちょっと。やばい。もうギリギリ。普通に溢れる。いや、思った以上には泡の量が多い。で、まあ味は、なんか一応ね、せっかくなんで、まあ味の感想も言っておくと、まあなんだろう、オロナミン C を飲んでる感じだ。普通にだから美味しいけど泡はまずい。いやでもちょっと待って、あと39個もこれ飲めない。さすがにこれ30、これ賞味期限が、ちなみに来年の4月か、来年の4月だったら、まあね、まあ飲みたい時に飲めばいいや。まあそれかせっかくなんで、まあ明日っていうか、日付的には今日だけど、家族で1人1個飲んでもいいかもしれない。さすがに1人で39個も飲めないから、さすがに。絶対飽きるでしょ。まあ、そんな感じで、そんな感じで、15分か。まあ、やってきたんですけど、でっかい、確かにそうですね。あ、さっきも言った通り、アルコールは入ってないので、さすがに、お菓子だから、アルコールは入ってないので、まあ子供でも飲みますけど、そんな感じで。じゃあ、今日は別に特にすることもないので、まあこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、配信をね、覗いて見に来てくれた方、ありがとうございました。もしよかったら、
YouTube のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローと、あとここのツイキャストのね、通知登録お願いします。じゃあまた見てください。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ、この18歳の1年も楽しみたいと思います。また一つ大人になりました。じゃあ、さよなら。さよなら。